アンコントロールスイッチ。力が強すぎて自我を失ってしまう危険なフォームは、ハザードフォームだ。こんにちは、アスゴンジャーです。今日はビルドのハザードフォームのライドウォッチっぽいものを作ります。ハザードフォームといえば黒なので、ビルドライドウォッチを黒く塗装すればそれっぽいものができるんですけど、そうするとちょっと戻せなくなってしまうんですよね。なのでここの部分が黒いドライブライドウォッチが発売されるのを待ってたんですけど、ようやくゲットできたのでちょっとやってみますね。まあ、基本的にはこれとこれ取って、まあ、これが一番簡単ですけど、まあここまで黒くするんだったら、まあ、分解してスイッチも入れ直さないといけないですね。そして顔の部分はですね、テレビ君を拡大コピーしたやつ、これを切り取って使います。切り取りました。ちょっと試しにはめてみますね。おお、バッチリですね。じゃあちょっとここ粘ペンで黒く塗りますね。塗りました。ちゃんとですね、ここの部位もシルバーで塗りました。これをですね、ちゃんとあのスイッチもせっかくなんで変えておきます。これにつけますね。おお、完成です。普通のビルドと並べるとこんな感じです。まあ、こっちの方はですね、ちょっとあの目の回転ギミックはないですけど、まあなかなかいい感じじゃないかなと思います。まず普通のビルドの音声が、こんな感じなので、アンコントロールスイッチ、力が強すぎて自我を失ってしまう危険なフォームはハザードフォームだ、とかどうでしょうね。本当はですね、いろいろ他にもやりたいこといろいろあるんですけど、今日ちょっと雨が降っているので、まあまた明日以降晴れたら塗装したりいろいろやろうかなと思ってます。というわけで、ハザードフォームのライドウォッチを作ってみたでした。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。